ジェフ・アボットはアメリカ合衆国のサスペンス作家。ライス大学で歴史と英語の学位を取得。テキサス州オースティン在住。初期の作品は伝統的な推理小説だったが、近年はスリラーに転向している。作品の傾向は、普通の人々が普通でない危険に巻き込まれ、戦いの末に命を取り戻すというものである。数カ国で翻訳、出版されており、 イギリス、オーストラリア、アイルランド、フランスでもベストセラーになっている。図書館長、ジョーダン・ポティートが謎を解くシリーズの第1作で、諸女作、図書館の主体は、アガサ賞少女長編賞、マカビティ賞新人賞を受賞、ディリス賞にノミネートされた。シリーズ第2作、図書館の美女は、テキサス作家、リーグバイオレット・クラウン賞にノミネート。2002年、 フレンドリーなモーズリーハンジが活躍する新シリーズ、さよならの接吻で、アンソニー賞ペーパーバック賞にノミネートされた。シリーズ第2作、海賊サキの主体は、エドガー賞、アンソニー賞、バリー賞のそれぞれのペーパーバック部門にノミネートされた。シリーズ第3作カットランも同じく、エドガー賞にノミネートされた。2005年に上司した、シリーズものでない、パニック。 で、国際スリラー作家協会賞にノミネートされ、ワインスタインカンパニーによる映画化が進行している。ありがとうございます。